どうも皆様こんばんはじゃなくて、今この動画見てる時間帯的にはおはようございますの方が多いんじゃないでしょうか。カズマルクスと申します。今日はですね、雑談マリオカート超久しぶりにやってみたいと思います。なんか去年の夏ぐらいとか結構定期的に上げてたんですけど、またねちょっと少しずつ上げていこうかなと思うんですけど、今回のテーマはですね、まあ、最近コロナでね、困ってる、もしくはね心がね落ち込んでる方とかすごいいると思うんですが、その中で、緩和する策として、ちょっと喋ってる時にさ投げないでよ。で、緩和策としてアベノマスクと10万円一律給付があるじゃないですか。まあ僕の元にねそれが届いたんだよね、つい3日前、今日6月の13日の今ねもう19時半だね。この動画上がるのは14日の多分8時ぐらいかな。で、その10万円なんですけど、皆さんは何に使うのかなっていうのがめちゃくちゃ気になるんですよ。僕はね、親にあげます。10万円は親孝行ね、リアルので、10万円ね大切に使ってほしいなということで、今回はプレゼントさせていただこうかなと思うんですが、まあ、みんなはねどういう使い道をするのかなと。まあ一つの選択肢として、まあマジで用意でキラーっておかしいでしょこれ。アイテムけないっす、悪い。いや、アイテムこれバグってんだろ。おいおい、ちょっと待って待って、2でスターって喋れねえんだけど、アイテム運がすごすぎて。で、ポケゾーナイスはね間に合わないと思うんですけども、まあ飲食業だったりとか、あとなんだろう、こう観光に使ったりとか、まあ今はそうだな、コロナが ちょっとずつね収束には向かってるんだけど、まだ観光っていう面ではちょっと使いづらいんじゃないかなと思う。なのでちょっとねコメント欄にどしどしね何にみんなは使うのかなって、まあね年齢層的に多分本買ったりとか勉強に使ったりとか、まあ自己投資ね僕しようかなと思ったんですけど、親の収入がねちょっとね減っちゃったということで、まあ今回はねプレゼント、させていただこうかなという感じの、動画でございました。はい、ただそれだけそれだけのね雑談マリオカートだったんですけども、これからもねということで、こんな感じの雑談マリオカート1週間にまあ1本か2本ぐらいをね、まあ目処に上げていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで今日の18時にもね動画がさらにもう1本上がるので、そちらもねぜひ見てみてください。ということで今日も朝からありがとうございました。それでは良い1日を。